カーメカニックシュミレーター2021。一回ね、さっきやったんだけど録画できてなかったからもう一回やろう。短いし。デモ版。これ消しちゃってもいいのかな？セーブを削除。はい。うん、チュートリアル。電話に近づいて注文する。注文？受けるか。フードを開いて、ウィンドウ射撃か。録画できてなかったけど、これできてるよね。ちょっと待って、大丈夫かな。これチュートリアルはいいけどさ、こうやって教えてくれるからいいけど、これ溢れたりすんのかな。これが溢れるってことか。閉じる。上のボタン、あ、これ教えてくんなかったらさ、手順何にも分かんなくない？本編で教えてくれるのかな。オイルドレ、うん、かこの古い油を出すんだね。手順分からんよな。サスペンション、下のボタンで、エンジンをクリック、オイル、あのゴボゴボゴボってなってたらもう満杯ってことだね。溢れ出したりはしないのか。あ、これでいいってことかな。タイヤ、タイヤ交換はね、リアルでも一人ではやったことないけど、やったことはある。タイヤチェンジャー、これすごいよね。こういう機械あんだね。人力じゃむずいもんな。で、これも取り付けるんだ。
よくできてるね。取る。ああ。バランス。面白いよね。この教えてくれたら勉強になっていいけど、一から自分でやれって言われたらむずい。いいねこの音。んで、サスペンション。プラこのわけのわかんない作業をずっとやる。教えてくれながらやったらすごい勉強になるよね。ん？カーステータス。注文の概要？あ、これ？はい、チュートリアルが終了で、多分ねこれでねほぼ終わりなんだよね、デモ版で。この後に本当の自分の これね、ここに来れるけど多分何もできないんじゃないかな。注文受けるでしょ。じゃあこの車来るんだけどさ、ボディ分解モードって何なの？分解していくんかな。取れんのこれ。あーすごい。へえ。あーアイテムになるんか。ラジエーター取れないんだこれは。うん。ああ。こんな簡単に取れるもん？なんかやるんだよね、多分。ボロボロにしちゃう。おお。あ、ちゃうちゃう。形の勉強になるよね。こういう作りなんだっていう。おお。これ取れないの。取れない。リフト上で取らないとダメってこと？でも多分これでこれ取れない。おー、やっぱちゃんとよくできてるよね。ホイール側から、
なんかオイルを抜いてからじゃないとダメってことか。あと取れるとこってない？ベンチ、オイル側から、こっちも取れる感じ。こっちボロボロだね、まあ、こんな感じでしたね。これさ、でも本編もさ、あのやることをチュートリアルみたいに教えてくれるのかな。じゃないとちょっと脳知識だと厳しいね。専門的なのとかわかんないよね。オイル交換はなんとなく、オイル交換とタイヤ交換ぐらいはね、なんとなくわかるけど。お、なんか通知がブブーって言った。ブー。これ多分さ、そしてこういうの広げて、あ、開くの？おー、すごい。落ちれる？落ちれる。こっからこうやってやるんだよね、下。多分これをいろいろさ、広げてって、大きくしていくみたいな感じだよね、会社。あー、でもでは利用できないってさ。多分これで終わりかな。怖っ。なんかすごいな、よくできてる。これ何？網だ。洗おうかな。塗装か、塗装かな。なんか塗料みたいなのあるもんね。へえ。ここがあれか、洗うんだ。利用できないね。高圧。ケルヒャーじゃないの。あー、ここも何。あー、風で走るんだ、この上。はあ、めっちゃ充実してるね。アメリカって感じ。閉じるでいいのかな。閉じるじゃない、保存してリターントゥディ。これ車好きなら面白いだろうね。好きだけど知識ないからな。どうもありがとうございました。